皆さんこんにちは、俳優の豊田真帆です。本日は私が出します恵比寿にあるレストランロジエについてお話ししたいと思います。なぜレストランを作ろうと思ったかと言いますと、夫が亡くなってから一人でご飯を食べる時間が多くなって、なんだかこう気軽にみんなと集える場所が欲しいな、そんなお店ないかなと思っていた矢先に、可愛い小さな一軒家のお話があって、大好きなあのお料理を作るシェフもいるし、ちょっと相談してみようかなと思って、若井路正樹さんというシェフに相談したところ、あの彼はプロデュース業にもなっていたんですけれども、厨房に立っていいよと言ってくださって、あ、じゃあそれならちょっと楽しい、みんなが集える気楽なレストランできるかなって思って相談し始めました。私はすごくカジュアルなご飯が好きで、生姜焼きとかハンバーグ、カレー、ソフトクリームとか、役柄でね言うとみんなちょっとこのワインを片手に、おしゃれなこういう感じの洋食系のご飯を食べてるってイメージが持たれるんですけど、自分で言うのはなんですが、めちゃめちゃ庶民派で、最後に食べたいご飯はなんとお茶漬けですっていうぐらい庶民派。ぬか床も自分で漬けてますし、お味噌汁も大好きだし、野菜も大好きだし、どっちかっていうと高級なお料理よりもカジュアルに食べられるお料理が大好きです。でそういうようなお料理を毎日なんかキッチン代わりのようなレストランがあったらいいなみたいに思っていて、そういうレストランを目指してます。なのでお昼はカジュアルなメニュー、夜はみんなが楽しめるように珍しいワインとかお酒とか生ビールとか、そういうのはもうもちろん和気あいあいと楽しめたらなという思いです。レストランロジエという名前の由来なんですけど、亡くなってしまった夫の青山真嗣は映画監督でした。初期の頃の作品にロジエという作品があるんです。でそれは中上健二さんという作家さんのを元にした作品 で彼がずっと尊敬して、将来的にはその大作を撮りたいとずっと思っていた方なんです。でその中上健二さんのスタートでもあったロジエというタイトルの映画にちなんで、ロジエと付けました。で青山はギター、音楽、映画、本、膨大な数を持っていて、おしゃれも気を使わないし、他は全く気を使わないようなタイプの男性でした。今残されている音楽の CD とかも膨大にあって、もう今じゃ手に入らない名盤とかそういうものもいっぱいあって、今の時代 CD は価値がないよとかいろいろ言われる時代ですけれども、私にとっては一枚一枚すごく大事な形見として家にあります。でその音楽も皆さんと共有して、いい音楽をかけながら青山が残したものと、あとロジエという言葉と集まれたらなという思いがあります。で食器とかも私がコレクションしていた食器、そして飾る絵画とかも私の大事な絵画を入れ替えて皆様にお見せしたいし、そういうくつろぎの空間でまるで豊田真帆のお家に遊びに来たみたいな感じのお店作りをしたいなと思っています。で毎日毎日今着々と自分で DIY やったり、スタッフと一緒になっていろんなもの買いに行ったり、お掃除したり一生懸命やってます。なのでぜひぜひ開かれたお店ですので、隠れ家で私がやってること秘密よとかそういうことじゃなくて、皆さんとも交流できるようなお店にしたいと思ってますので、ぜひ気が向いたらいらしてください。今日はなんかあったかい思いがあってお店を作りましたということをお伝えしたくて、みんなが行ってよかったと思えるようなお店作りをしたいと思ってますので、それだけ皆さんにお伝えしたくお話しいたしました。ではこれからお店からもちょこちょこアップしていくと思いますし、お料理とかシェフと一緒になってアイデア料理とかも作っていきたいと思いますので、テーブルコーディネートとかもやりたいなと思ってます。では皆さんよろしくお願いいたします。今日は簡単にできるDIY をやってみたいと思います。 DIY って言ってちょっと敬遠する方いるんですけど、今回は本当に簡単な表札作りをやってみたいと思います。私のお店が恵比寿南2丁目にレストランと夜はバーになる一軒家のお店をやるっていうことはお知らせしたんですけれども、そこの看板を作ろうと思っていろいろ看板屋さんとかも調べてたんだけど、せっかくだったらちょっと変わった看板で手作りをしようかなと思いまして、家にあるものをいろいろ見て、タンスの扉だの、木をちょっと雰囲気のある木の切れ端だの、いろんなものを取ってあるんですね。でこれかなあれかなってやってった時に見つけたのが、じゃん、
これは20代の時に買ったものだと思うんですけれども、私の家具のテイストってアジアンテイストなんです。まあ飾りとして買ったんですけど、本当にお水を入れてお水が出てくるもので、古いものだと思うんですが竹でできてます。ここに瓶を入れてお花を生けたりとか、花瓶代わりにも使ってたんです。でもなんとなくもうここ何年も使ってなくて、棚の奥の方にしまってあったんですね。でこれいいじゃないと思ってこれを使おうかなって思っているのが一つ。それからもう一つ作ろうとしているのが、ポーリングアートっていうアートをやってるんですけれども、絵の具を垂れ流す技法なんです。で誰でもできる簡単なものなんですけど、こういうようにキャンバスにね絵の具を垂らしていって、私はこれに石をつけてるんです。黒い石とか水晶とかクリアコーツとかペリドットとかいろいろつけてます。これはこれだけでアートになるんだけれども、これの看板もありかなと思って昨日お店に行ってこうやって貼ってみたら、おなかなかいいじゃないというスタッフの評判だったんですが、とりあえず2つ作ってみようと思います。はい、こちらに文字を置いていこうと思います。これは何かと言いますと、 Amazon でねカタカナ看板文字とかって検索するといろんなお店が出てくるんです。でそこで1文字いくらでオーダーするっていう感じなの。なんて言うんだろう、字の形もいろいろあって、もうすごい種類あって選ぶんですよ。でこの字がなんとなく不思議な字で可愛いなと思ったので頼んでみました。で1枚何百円っていう世界なんですね。ちょっとずれちゃうけど、ちゃんと貼り付ければつきます。あらー落ちる落ちる、ラジエ。それでこっちも、こっちが石を貼ってるからね、ちょっとね、そうこんな感じに字を後でちゃんと立たせますが、でこれに色を塗ってやっていこうかなと思います。ではですね、このセメナインかこのグルーガンで文字をつけていきたいと思います。そしてちょっと塗った方が可愛いなと思ったので、これにはゴールドなのかなと思ったり、ちょっと濃いめだと夜目立たないかなとか思ったりですね、ちょっと実験的に、ゴールド塗っていきたいと思います。そしてこっちはね黒かな、ちょっと悩みどころ、とりあえずやってみます。こんな感じでサクサクっとね塗っていきます。ザン。なんか絵の具とか塗り絵とかペンキ塗りとか女性好きじゃないですか。でどっちかというとその工具を使うのは男性が好きみたいな、なんかイメージであるんですけど、実際問題なんか DIY やってる方って女性も増えましたけど、男性意外とね、日曜大工とかつって言って昔からお父さん頑張ってましたよね。でも今ね、いろんな方が楽しんでますっていうのは、工具がとっても便利になってるっていうのもあるし、手軽なんですよね。だから100均とかでも揃うので、絵の具となんか簡単なものとかから始めるととっても楽しいし、息抜きになると思います。あっという間に塗れたら、あちょっと光っていいかも。こんな感じで塗ってきます。いかがでしょうか。塗ってみました。金色とグリーンにしてみました。グリーンはねここに乗せる。これ可愛くないですか、この色で。金はここ、こんな感じね、可愛いね。ちょっと貼っていきますね。はい、つけました。どうでしょう、ちょっと漫画チックかな。こっちもロジエ、この色にしました。ディープグリーンでつけたのは、接着剤で今回はやってみました。でね、こういう石を持っていて、例えば皆さんアクセサリーで片方になっちゃったものとかも取っといた方がいいと思います。でこういうとこに貼れるので、今もねちょっと足してみたのなので、なんとなく壁にかけてみたいと思います。さて皆さん、お店の入り口にやってきました。こちら、こっちが、どっちがいいかな、こんな感じか。この裏につけやすいようにフックをつけていきたいと思います。こっちの方が可愛いかな、立つね。どう思います？次は何をしているかと言いますと、私も三つ編みにしています。木にこのロープを
回してメニュー表をかけたいと思います。そうすると道行く人がメニューを入れるので、ランチ、ディナー、夜のバー、いろいろメニューが変わるのでこうして三つ編みしてます。こんな感じにメニューをかけたいと思います。このメニューも昨日私が塗りました。表札がこちらになったので玄関周りを掃除していきたいと思います。じゃあ行きます。はい。おすごい綺麗になりますね。細いやつでやってるけどさ、はい、ちょっと太めでやるとやってみましょう。あ、これでいいね。あ、いいですね。あ、すごい落ちてる。すごい落ちる。通販番組みたいになってる。いいわよこれ。いいですね。これとってもいいわよ。通販番組。もう職人ですね、真帆さん。はい。慣れておりますよ。すごい、なんでも屋さんです。なんでも屋さんです。俳優だけじゃございません。はい、間違いございません。はい、ご足ぐらいはなんて入ってます。いいよ。あ、いいよ。はい、だいぶ綺麗です。すごい光ってます。では続けます。はい、僕のテラスを可愛くしつらえるためにお掃除してきます。丁寧に砂を落としていきます。はい、なぜならばここを白く塗りたいと思います。白を基調とした店となります。ここも後で綺麗にしますので、どんな風に可愛くなるかちょっとずつご覧ください。さあ塗っていきたいと思います。頑張るぞ。炎天下の中、なんかこのまだらも可愛くない？あ、いいですね。逆におしゃれですね。大変かも。確かに何度塗りかしなきゃ。ペンキ全部使っちゃいそうですね。そうですね、条件中でやってます。すごい綺麗。わざとちょっとまだらな感じで可愛いね。いい清潔感もあるし、いい感じだね。かなりいい感じです。あ、もう完成じゃないですか。これいい感じ。感じじゃないですか。これで失礼で、これぐらいなんか真っ白より残した方がいいよね。めっちゃいいです。かなりいいです。はい、牛山くん来てますよ。牛山くんです。あ、いいですね。いいね。こんな感じで今度はプランターを設置しております。どう？めちゃくちゃいいんじゃないですか。雰囲気がめっちゃ可愛いっす。すごい。もうちょっと下ぐらいの、あ、その辺真ん中ぐらいで。あ、いいですね、そこ。すごいリゾートだ、これは。すごい。いいねと思う方はグッドボタン、チャンネル登録お願いします。遊びに来てね。恵比寿南 2-4-19 レストランロジエです。